さあ物語も最終局面、金木県捜索ですね。古田の策略により誕生した竜、その鎮静化を図るため竜のコアである金木県を探す作戦が、人とグールが協力して始まろうとしていた。メインクインクス、竜となった金木を救うべく人とグールが協力して彼の捜索を開始する。同じように捜索をしていた売り絵のもとによく知った顔が現れる。CCG の局長である古田の思惑通り、金木は竜となった。竜となった金木は東京に住む人、グールを次々に殺害していく。その姿を見ていたのは、かつての福郎戦で行方不明になっていた金木の親友である長近秀吉だった。彼は金木を助けるべく動き出す。竜を消滅させるためには、竜の本体である金木を探し出す必要がある。そのことを知った長近は、機動力のあるグールに協力を要請した。彼らは金木のためならばと快諾。長近はグールと共に CCG 本部へ赴いた。協力者を連れてきました。あれの本体を掘り出すんですよね。でもそれには人間だけじゃ限界がある。もっと機動力がいるはず。お前、まさかグールと手を組めって言ってんのか。はい。そこの君、捜査官がグールと組むって本気で思ってる？駆逐される前に帰れ。ウィ上官、捜査官にとって最も重要なことは何でしょうか？グールを駆逐することです。違います。平和のために戦う、それが捜査官だ。戦うべきです。グールと一緒でも。ふざけるな。グールと手を組むだと？我々 CCG の誇りが。誇りなんか。くらえだ。大した連中じゃねえか。鈴谷、てめえが決めろ。じゃあ全員でやっちゃいましょう。その方が楽ちんですしね。なんかあいつには助けられてばっかだった気がする。今度は助けられるかな。頑張ろう。で、結婚式は？え、もういいじゃん。教えてよ。ね、新婚旅行は？つか、指輪とかもらった？私、あげた。指輪！金属探知！そうか、金属探知なら生体反応と関係ないってわけか。マルデさん。なんだ。怪物が。全員に告ぐ。作戦は続行。局員は歯茎野郎の対処に当たってくれ。ウール及びクインクス艦は引き続き調査を頼む。さあ、竜の落とし子が敵として、たくさん現れる。あ、B もいるのか。おい。ああ。ああ。お、売り絵だね。東華と、売り絵と、錦と、サイコ。うわ、サイコめっちゃ可愛いんだけど。サイコこの、副班長サイコめっちゃ可愛いよな。さあ、売り絵は銀杭持ってるね。トーカもこのスキン、RE のスキンを。3D モデルさ、めちゃくちゃいい出来だと思うんだけど、どうすか。さあ、捜査官なんでね、しっかりとこのアイテムを使っていきましょう。捜査官の特権です。モーション的には、振って振って、
あ、カグネね。はいはい。銀杭は発動させないの？スキルで多分あれかな。銀杭発動するのかな。さて、これは壊せるやつかな。ほいほい。あ、壊せないね。壊せないから、どっちだろう。あそこ行けそうなんだけどな。あれどこどこどこだ。やっぱりあっちにあるのか。これ壊れないよね。あ、壊れるんかい。なんかいつもさ、あの HP ゲージ的なのが出てくれるから。お、これ竜の今あれだか、あの寝ている状態だから動かない。まがまがしいな。さて、じゃあこいつらをまず倒して。なかなかウリエのカグネ使いやすそうで、口角がなんとなく。おお、すごいすごいすごい。最古のカグネがさ、すごいね。いててなんだなんだ、いてててて。こいつらリゼベースなんだっけ。いてて、ほら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 、追撃をして、よいしょ。相手いやー、終盤なだけあって敵強いね。別に中ボスってわけではなさそうだけど、なかなかくたばらない。追撃、自分でまあ自己回復しようか。 OK、 さあ進もう。お、竜の落とし子だ。気持ち悪い気持ち悪いんだけどさてと、あー、中ボスチックのやつが一人いるね。でかいっていうね。っていうか、降りてきてくんないかな。そこ切りにくい。うわ、めっちゃいる。ちょっとスキル使ってみよう。カグネなんだ。よいしょ。ほい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 。いてててて。ほい。カグネからの追撃はパンチなのね。はい、パンチ。ほいほいほい。よいしょ。打ち上げて。追撃、こいつも追撃だ。ここら辺追撃だらけだな。ほいほいほい、よいしょ。これなぎ払いってわけではないのかな。月か、三角長押しで月だね。これで打ち上げ。これは何だろう、ガードか。こいつのユニークアクションはガードか。お、このヘリからのアングルなかなか新しいな。味方を蘇生しろ。竜の落とし子がいっぱいいるね。とりあえずこいつをいて片付けて。あ、やーべえ、タイムがある。マジか。いって吹っ飛んだ。ちょっと待って、とりあえず行こう。とりあえず俺行くわ。ほいほいほい、壊れてくれ、頼む、早く。 OK、 とりあえず蘇生すればいいんだ、まずな。よいしょ。いやー、お前いるのか、マジか。 OKOK、 みんなが抑えてくれてる間にいけそうだな、これ。よーし、10日のカグネもいいね。ほいほいほい。最古のやつはあれだね、マッチョのやつだね。鍛えすぎるからそうなるんだ、チミワーのやつだね。マッチョにはマッチョやーのシーンやな。お前まだ功績功績言ってんだけど、こいつ。お前いて、班長になって別にそんな功績気にしてなかったろうがよさてと、どこに行ったらいいんだろう。上かな。上にもいっぱいいたけど、あいつらぜ、あ、待って、HP が減ってる。回復して、ちょっと、登れない、みんな。よし。いるね。おい。よいしょ。ほいほい。ほいほい。なんだこいつ。うわ、いやー、ちょっと待って。うわ、いて。おい。なんだその連携プレイ。
すげえ吹っ飛ばされるんだけど。ほいほいほい、切ってよいしょからの追撃。オッケー、あとはスキルで吹っ飛ばして終わり。オッケー、上のやつがさ、なかなか厄介だな。銀杭は思う存分使ってくれないのか、せっかくの銀杭なのに。こいつも追撃できる？できるね、追撃。向こうにアイテムがいっぱいあるけど、今回そんなにアイテム使ってないな。お、あそこになんかボスチックのがいるね。ほいほい、ちょっとこっちで戦う？よいしょ。うわ、すげえいっぱい出てきたんだけど。ちょっと固まれ、もうちょっと。今だ。ドカーン。おお、何？ 7 人同時キルだ。あー、あれ危ないね、爆発するやつ。RC1 がめちゃくちゃ上昇するんだっけ。よいしょ、いいね、ボコボコだね。ほい、よいしょ。攻撃攻撃攻撃笑っちゃうからやめてほしい。こっちか。こいつ行って、その岩は何ですか。痛い。ほいほいほい、これはこれでガードしてよ、ガードカウンターみたいなのってあったっけな。ほいほい、よいしょ、追撃と。敵を全て殲滅しろって出てるけど、多分ね、残してきた敵はいないと。あ、こっちにいるじゃん、こっちにも B がいっぱいいるじゃん。おい、トラックの裏にいるとは思わなかった、ちょっと焦った。いて、いて、危ない危ない、やめろ、やめとけやめとけ、みんな助けてくれみんな助けてほしい俺を。オッケー、ほらほらほら、いって、強いんだよ。よいしょ、最古のカグネさ、すげえ範囲広そうで羨ましいんだけど、なかなか効果ってダメージ量は大きいのかな。瓦礫を破壊する、サイコが破壊してくれるんだろうか。でもめちゃめちゃいるじゃん、しかも竜の落とし子。ほい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 、やばい、あ、出るね出るね、あ、これ出るじゃん、長押しで。見てこれ、銀杭、ほら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 、すごいすごい、よいしょ。あー、これ超いいね。はいはい、これ超いいわ。はいはい、使い分けて、よいしょ、やばい、爆発する、うわー。オッケー、ボタンのスキル取ろうか。いって、あー、やばい、追撃、追撃なんてしてる場合じゃないのかもしれない。ほらほら、もうスキル打ち放題だから、どんどんスキル打っていくよ。ほいほいほい、あ、やべえ、あ、見て見て、後ろのさ、竜の目が動いてる、ギョロギョロ動いてるわ。竜の落とし子を殲滅してくれ。了解、ビヨン、ガブガブガブ、結構な範囲噛んでくれるね、銀杭。よいしょ、あー、いいね、これ強いんじゃない普通に。他にいるか、あそこに B がなんかさらば、あ、ほい、はい、しまい。俺は今日だけ方向音痴だ。で、どこに行けばいいんだろう、この先あるか。こっちに行って B が並んでたんだよね。ここら辺はいけない、あー、やって、向こうに矢印ついてるな。ここに覚醒ゲージが1個隠されてる。こっちは瓦礫で進めなさそうだし、あ、見て、目が動いてるわ、ギョロギョロ。一応矢印、ああ、いるね、あ、届かなかった、よいしょ、おっ、
最古のかぐね、うわ、最古のかぐね出たらさ、見えなくなるんだよな。画面が覆われてさ、やばい、あぶね。銀杭のダメージはどれぐらい出てるんだろう。消えちゃった、追撃してたら。よいしょ、下でサイコが戦ってくれてる。ガブガブガブ、ガブガブガブ、やばい、爆破する、あぶねー。あと5体、おら、よいしょ、よっこらセットで、あと4体。上にここから登れる？登れないね。はしごを使っていくしかないか。方向的にはどっちに行けばいいのかな。ここ左に落ちれる？落ちれるね。あ、やべ、全然いるの気づかなかった。おい、ここボスとしてはあれかな、ムツキが出てくるのかな。回復したいな。回復メディキットがさ、そんなに落ちてないんだよね。そんなにっていうか全然落ちてない。届いてんのこれ。ガブガブ。ああ、あんまりダメージは。マジ？敵にあと2体って言ってたのに。まだまだいるじゃん。ちょっと俺先に先行していこうか。襲われてるなら、いや2分しかないのか。すげえ追いかけ回されてんな。ドカーン、ほいほい、スキルを打って、ほいほい、オッケーオッケーオッケー。こいつさえ落としてればあとはもう、あー、まだいるじゃん、全然まだ中ボスしかない。おっと、岩、おら、ほいほい、よいしょ、ほいほいほいっと。この岩投げてくんの、岩を投げるスピードがすげえ速いんだよな。追撃、銀杭からのスキルを打って、切って切って切って、オッケー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 、いいよ、いいね。ウリエなんかすごい使いやすいよ、この銀杭が。最高の気分だ。すまない、助かった。竜の落とし子の殲滅、よいしょ。俺は今日だけ方向音痴だ。ここら辺メディキット、あー、ボスに来る前に拾いたかったが、まだいますよ後ろ。トカちゃん後ろに、おい、嘘、いるよ、え、いるよいるよ。この辺りの敵一掃してない、まだいるじゃん。行くぞ。うん、ああ、ああ、この二人が残るということは、あのシーンか。俺大好きなんだよあのシーン、本当に。もう漫画で見たときはもうテンションがもう上がりまくって。お、メディキット2つ。いいね。C から。いきなりトリプル S。まあ、確かにこれなかったもんな。エリア移動というか。あー、これは確実に来るね。これは確実に来ますね。めっちゃいい。ムツキ、むっちゃんこ、かわいい。めっちゃいい。や
めようよムッチャーコ。うちらが戦う理由なんてないはずよ。私のせいなんだ。私のせいで先生がこんな姿。もうやめろムツキ。ムツキを倒せ。おいおい、いや、かわせ。後ろからやられる。そのあたりの中ボスチックのやつらがな、追撃をして、さあもうちょっとで覚醒できるから。オッケー、覚醒できる。いいね、サイコのボイス。覚醒。最高の気分だ。ほいほいほい。いい加減にしろ、ムツキ。彼は私が女だって気づいていたんだ。なんて優しい嘘をつくのかなって。私みたいに自分を守るための嘘じゃない、他人を傷つけないための嘘。それなのに私はあの人をこんな姿に。ねえ、止めたきゃ殺してよ。断る。やべ、覚醒解けてる。嘘だろ。いやー、待って、いきなり強い。危ない。お前ほい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 、いってー。追撃しよう。追撃できない、なんでだ。よいしょ、銀食い。あー、銀食い最高だね。いって、メリキット、ちょっと任せてくれ、頼む。 OK、 そこで固まってろ。 OK、 殴ってるね、ガブガブっと。こっち来い、こっちに走ってこい。当たってますよなかなかひるまないのがあれだね。いって、ででハメられてる。ムツキめっちゃ早かった今、ステップが。どういうこと。やべ、最後は戦闘不能になってきた。どすこい。ほいほい、やばい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 、いやーいやー、それはやらかしたわ。今のは回復して、回復する、十分。今10番あったよ。蘇生できる、最高のこと。 OKOKOK、 できたできたできた、ギリギリ、超ギリギリできた。銀食いでガブガブっとやっちゃって、あれスキル打ったね今、ガブっと。よいしょ、サイコが前線に出てくれてるから、俺は下がって下がって遠距離から銀食いで追撃を入れよう。よいしょ、オッケー。私は死んでおけばよかった。ただシャトーの暮らしは私をつなぎ止めてくれていた。彼に振り向いてもらえなくてもいいから、私はただ。でももういいや、これ以上二人を傷つけたくないし、もう自分のことも騙せない。私は死ぬべき人間でした。すみませんでした。死ぬべき人間、叫んでよ、あんた。最高は、最高はな、まっちゃんが大好きなジャボケ。米林だけじゃない、同じだ。俺も、知らずも、お前には生きていてほしいんだよ。お前が死ぬつもりなら、その度に俺たちは何度だって止めてやる。ムツキの力を借りたい。ウリエ君、ム
いやー、やっぱりムツキのシーンはいいね。漫画だとね、最初の戦う前に知らないからね、死んでもの、なんかもうカグネがもう、うじゃーってなってる。すごいでかいあれがあるんだけど、場面が。あそこがね、週刊誌見たときはもうマジで、夢はもういいバリに、俺はもうテンションが爆上がりしたね、あのシーンは。まあ、同じように感じた人が多分いると思うんだけど。アニメの方はね、これでいいかい、知らず班長。ん？知らず班長だったかな？なんかそういう、売り絵の心の声みたいなのが、アニメオリジナルだよね、多分あれ。あるんだけど、もう、アニメではそこがマジで良かったね。はい、ということで、今回は金木編創作ということで、ありました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。